君たちは誰も悪くないし、悪魔なんかじゃないよ。でも全員死ななきゃいけない。もうダメなんだ。私たちにはお礼を言わないと。おかげでやる気が出た。あんた指の爪を剥ぐんだって。いい趣味してるじゃないか。今日は久しぶりに楽しめそうだ。こんにちは、ヤマネコちゃんに会いに来ました。私がヤマネコです。お会いできて光栄です。ヤマネコちゃん、歌姫さん。さらさら、このまま振り返らず、今日が過ぎればきっと今日のことを一生後悔する。じゃあさ、こういう質問の時はどう答えるんかな。ディドゥンというキッサムワン、成り行き？
すまん。つが、だからさ、お前もそういう格好、好きな奴の前以外ではやめとけよ。危ないだろ。好きな奴の前以外では、うん、そうするね。皆さんにも紹介しておきましょう。うちの新入り、ルーシーです。なんでここにいんの？なんとなくよ！クックドゥケコッコーハーシュ。ナコちゃんなのに肉？肉？ナコちゃんなのに75点じゃなくて29点。ショックの受け方おかしくないか？師匠、今日も修行しましょう。サトカさん、どうかしたんですか？ナコちゃんが、だからなんでそこなんだよ。なんだ、みんな待っててくれたのか。それで追試は？私を誰だと思ってる？ナコだ。くそ、普通に考えたら合法ロリと初夜なんて大歓迎のはずなのに、俺にそんな特殊能力は。二次元的にはいいが、現実だとすごく困る。禰豆子、これからはいつも一緒だからな。